な。自分自身っていうのもそうですけど、サスケさんが言ってくれて手前、自分はもちろん勝ちたいが、サスケさんの分もちょっとでもします。私は2人で15万だね。15万あなたさ、まだ行ってたの？まだいいよ、まだ間に合うと思って。しかもシードって早いからワンチャンある。いや、ワンチャンある。絶対冗談だと思ってたけど、結構本気だったのね。本気よ。じゃあだけアリアなんか行かないよ。失敬しました。動きいいぞ。出演の時のなんか言ってるボイスによってもなんかチャンスアップがあったはずなんだけど、耳が悪くて聞こえなかった。ブルーフロンタルみたいな仮面つけてるやつ俺な、うん。ないかね。おーっと、いいんだ。役物カードちょっと厚い。ここでストップかな。おー、オッケーオッケー。おー、びっくりした。そういうことか、失礼しました。ちょっと待って、私ワンチャンあるかも。カスタム発動しなくても。うわ、これどうだろう。このリーチ確か 50% ぐらいあったと思うんですけど、今のところ何もないわ。なんで私こういう時にフルカスタムにしてるんだろうと思っちゃうのよね。先読み厚い、レバブルアップ、ブルーラップ、何もないです。厚い位置が来てもね、そうって思っちゃうんですけど、なんかシードって何かしでかしてくれそうな気配があるのよね。だから私、まあ、実際シードしでかしてるもんね。大量導入したのに。やめて、人によるから。個人のあれがあるから。ああ、いや、これ決められないから。厳しいよな。ああ、ダメか。結構最後あれだね。うん、復活なら3000よ。ああ、ダメだ。多分三強って復活がいい当たりだったはずだから。おっと、先読んだよ。いけるよ。点滅いけますよ。どうでしたろ。 44%。 緑か、さっき外れた緑。先読みだけ。先読みと V フラ、レバブルはなし。すごいいいスタートダッシュ。ボディ変わんねえかな。あれ、またこの感じ。先読まない。なんか大きい飛行機来て。ブラックアウトしたけど。偉そう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 。これあれでしょ、あれでユニコーンでいうとこの出撃予告みたいな、うん、だったと思います。俺ちょっと偉そうじゃないか。キラヤマト行っちゃうよ。これガンダム撃破新予告だった気がする。バナージリンクスではない。
7、8割あったと思います。それなんかロボみたいな鳥来た。鳥っていうのロボじゃなくてこの鳥保留に乗っかるとめっちゃ熱いんだよね。でももうないよ保留保留が消えているなんか喋ってるからナレーションでミネバみたいなやつが舞い降りる剣舞い降りる剣舞い降りる剣それ最強リーチ最強リーチ本当にそんな感じしなかったシェイクルじゃん。いやそれはいけるんじゃない。でも分かんないけどまだ初めて打つから分かんないけどえこれで終わるんもうえいけるよねいけるよいしょーよし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 やりました。430回転この台8500円いけます。でこれだから時短だとあれなんだよね。なんかそう600分の1ぐらいになっちゃうから、うん、とりあえず 60%、ね、20% で3000 40% で V フラはしなかった。赤だったらいいんだね。背景変わることあります。7で止まって、うん、一旦2でその後よ全部10ラウンドここで、うん、あー押し込まれない。えこれはまだ分かんないってこと。もうアウトってことこれ。え完全アウトじゃないです。あ 2ラウンドだった安っ。ここであ、もうダメ。これがあーそうなっちゃうと時短だな。それおっけー気持ちだけよかったー。もううろ覚えで申し訳ない。いや俺もほんと何も知らないからさ、いかんせん初打ちなもんで。タイミングすごく良くない。ああなるほどねからのね。よし120回目があるね。うん、そうそうそう。確率は一緒ね。120回で84分の1。演出が変わるだけです。はいはいはい。120回で78分の1ぐらい。オッケー、任して。オール1500。そうか、ラッシュか。そうだよ、ラッシュだ、ね。全然期待持ってよかった、ごめん。おい、マジで。おい、レバブル。当たったやん。当たったやん。レバブルカスタムしてるのよ。勝たせるっつったろ。勝たせてよー。任して。2人でやろうや。バトル行った、一応。ブーブラはないです。さすがにレバブル外すとかマジでありえないので普通に考えて。わあレインボーなんて何見たことありましたけど、え何これ、私どうしちゃったのどうしちゃったのマジ、え初めて見た。時間効率神だ、流行る、まさかの、えこれ3000でも奇数なんだよな。奇数だからダッシュだったはずなんだけど、私の記憶違いではなければ。緑でもいいの？緑でもいいよ。あーよかったー。奇数。青堀。これならば分ある。さ、そうだよね。20%よ。あー全然嬉しいです。持ち玉4300個。一緒のラッシュじゃない？今日全部一緒じゃない？ね、怖い。はい。いきます。やばいって。カスタム変えたい、カスタム変えたい。やばいって。レバブルアップだけにしたい。でもどうしよう、迷ってる時間はない。もういいや。ダメ、私モーメントに絶対したいの。ビビアンの。ビビアンオアカズマの。うわっけいやーい、そうって、すいません。
ファイトファイト、いけます、私がいけよ。ごめんなさい、最後まで最後まで、ありがとう。何やられきやば敏郎のモノマネしてるの、青島心は止まらない感じてる、まあ、まあいいわいいわ、はい、まだ大丈夫、まだ大丈夫、タナを勝たせっから、まずタナをまず勝たせてからダメだ、気持ちが持たないとか言って手を止めずにもう打ち切ります、もうこのまま打ちます、でも曲が違ういつもと、うわー頑張れ、よし、あー惜しい、惜しいなー、いや私は信じきる、おーいよっしゃー、危ない、ビューンって、うわー最後まで生き切らないのがいいよね、ここまでなんだみたいな、白線の内側まで押さえてくださいみたいな、すごい速いからマジで本当にドキドキする、さあもう一度同じことをやるだけ、おバイブおバイブおバイブください、私この本当にサスケさんも言ってくれたけど、このクルレツみたいな堀をすごい好きなの、形が公衆ケアを気にしたくなる、うわいいよ、保留ないじゃん、変化が通常保留めっちゃ嬉しい、いや本当にさ、あの台を選んでくれたのはさ、サスケさんであってさ、シードに行こうって言ってくれたじゃない、でもなんか自分でも思うの、やっぱり今日はあの勝たせてもらえないんだって結構思い込みって大事なのね、まだちょっと、もうちょっと頼む、あごめんなさいごめんなさい、調子乗らないで、もう絶対だからね、マストだからね、勝ちは、わかりました、なんか今さ私忘れてるんだけど、表モードと裏モードってあるんだけど、裏モードでやってみていい、いや演出が変わるってことと思う、あれか、キラのライバル、え、アスランが出るやつだったかな、ボタン告知って書かれている、あ、違う、あ、やっぱりそうだすごく難しい、これバイブしない方がいいわ、自分でした方がいい、あ、それ光るんだ、おー、びっくりした、ここじゃなくてここだった、あわよくば 15% の3000を取ろうなんて思わない、もう十分です、1500発で贅沢だとろくなことないんで、やっぱりシステム謙虚に頑張っていきたいわけ、まごうことなきプラス、カットインじゃなかった、なんかブルブルした、え、リーチ中、それリーチ中、あのもう結構最後のリーチの最後の方、カットイン出るかみたいな、そうそう、カットイン出るかのやつでブルブル、名前違ったらごめんなさい、これファイナルルートの気がする、これ熱い方だと思う、ただ先読みはしてね、遷移率 70% だから 30% 取ってる可能性も十分ある、うわそれ決めて、しかも1だから多分当たったらラッシュです、おめでとう、よかった、本当にありがとう、私めちゃくちゃ嬉しい、あなたのことが、いやいや、あなたのことが、俺絶対当たんないと思ってた、わかるよ、わかるの、先読みしなくても当たるの、嬉しい、流行るかこの台、段級の極みです、これが、皆さんもう大丈夫ですよ、誰よ皆さんって、よかった、おめでとう、これ3000の可能性も十分ある、でも俺はね奇数だからラッシュっていうのは俺まだごめん、本当に疑ってる、出た、ラッシュではない、ラッシュ、ああまあまあ何でもいいんだけど、246で図柄によって格上昇格期待度っていうのがあるんですけど、奇数は書かれてなかったから多分
よかった、よかったね、おめでとう、本当に応援してくれただけで嬉しい。ないか、それないんだ。キョッ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 キョ、あるぞあるぞこれ。おい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 、オッケー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 、オッケー、あるであるで、オッケー、5番勝ちよ、いいよ、あるであるであるで。ちょっとじゃあカスタム、俺もレバブルにしようかな。しましょう。まずはあなた、ここをこうやって一回当たればこっちです。さすがに連続駆け抜けなんかないですよね、普通に考えて、うん、うわー、これ 5% 取ってれば次回まで。え、終わってんの？あー、ダメだ、すいません。まあまあまあ、でも勝ってるし、勝ってる、1万発あります。あなたの番、また当てます。先読みだよね、これ。さっき、ね、おめでとう、よかった。ねえ、マジで今ちょ、俺ドンキ買いに行くとこだったもん。ドンキって何？ドンキってあの鈍いキーと書いてドンキ。あ、ディスカウントショップじゃないのね。うん、まあドンキに行ってドンキ買ってこようかと思って。この台をもう手のひらに乗るぐらい粉々にした方がよ。ダメ、もうその代わり、ま、私がその代わりになるから、私を粉々にして構わない。とりあえず、あ、やっぱ赤あったわ。そう、とりあえず集中して。危ね、マジでちょっと本格的に出るとこ出るとこだった。出るとこ出るとこだった。よかった。危ねー、マジでヒヤヒヤさせられるよね、これ。危ない。でもこれ次から早くなっちゃうんでしょ。そう、もっとヒヤヒヤするの。本当、本当の癖がすごいね。あ、でこれで 15% で3000だけど、もう多分ないのかな、まだ分かんないのかな。うん、ここに商品早くなるっていうことで演出が、うん、今行われている。じゃあこれやってる間にちょっとタナもう一発当てるのベストなんで。はい、当てます。なんかよくわかんないけど今日いける気がする。とてつもない強い応援があるがゆえに。だから15と5の計 10% 分がなんかその次回確定的な雰囲気になるんでね。まあ1個は3000だから、あれだけど、まあまあいいわ、やってりゃわかるから、全パターン見てわ。先読みはじゃあおすすめに戻ってみようか。あれ、アークエンジェルアタック、これ赤じゃない、タイトル。うっ、わー、変な当たり方するということで、私すごい当たった、やっぱりやった、私が落ちちゃったの。そうなのよ、そういうことだよ。あのね、精度って本当にいい意味だよ、わけが分かんないの。だからすごく好き。だからあんだけいっぱいボックス入ってたのに今2台だから。よくぞ見つけてくださった、ありがとう、本当に。いや、これは取んないと話になるんだよ、ね、いや本当に。ラジ昇格率は6、2、4の順に高かった気がする。6が一番低かったの、偶数の場合ね。次ないかな。あー、まだ分かんないけど、まだ分かんない。レインボーになった。5回に1回3000昇格あるはず。あー、まあまあ、そっから、はい、当たっただけ、よし。うわ、めちゃくちゃ速い。うわ、今のアークエンジェルアタックで当たるのマジで嬉しい。当たってグリカスしてるのよ。 V フラッシュもない、先読みもない、レバブルもない。いや、そこすり抜けてくるのはいいね。ほんと嬉しい、ほんとすり抜け上手、すり抜け上手。頑張れ頑張れ、さすがにないか。あー、ダメ。はい、時短です。600分の1になっちゃうんだよね。そう、そう。まあいけるでしょ。いきます。よくわかんないけど、もう今日はいける気がする。てか、いくしかない。ごめん、ちょっと訳がわかんないわ、この台。ごめん、無理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 。どう、何何何
600分の1になってる。600分の1になってない。いや、おかしくないこの台。頑張って、これ無理だって。5パー取ってるかもよ。いや、それは流行らんわ。なんなん。いや、まあ、そうなっちゃうね。ああ、そうなっちゃうでしょ。だって、聞いたことないよ。抜けた。ただプラス何玉なの。4000発くらい。4000か。まあじゃあプラス確定か。でもあと14万発くらい足りない。いやこの台じゃちょっと移動するか。じゃあもう一回当てないとりあえず。まあ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 。使いいくらですか。1万発くらい。2人で1万3000発使ってるよ。なんて思って。え待って、私あと3000発出ればいけんですけど。え、今1万発あるの。1万。じゃあ俺がいや2700なの。え待って、あと1回ラストったら勝てます。いやこれ、そうてか、 あと1回あのラッシュが続いてたらとも取れるんだよ。やめましょうよ。コビーみたいに来たわ。あ、私大好きこのリーチ。あ、ここから見せるんだ。熱いんだけど。50パーぐらいある。フレ背景、フレ背景、変な台。すごい変な台。私大好き。やっぱり確かにディープだね。口開いてたね。挿入って感じ。やめて。いやいや、だって本当にそうだった。私だけにして。それはこれカットインじゃなくていいルートだったらワンチャン、あとチラガンダもあれば、まあどうの展開でもそうなんですけど、でも悪くないと思うんだけどな。でもさすがに厳しいか、あのカットインだけだと。だったらもうなんか救済系のリーチ行ってくれた方がワンチャンあったんじゃないかって思うのよね。あーそうだよな。あ待って、あったあったあった、これ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 、待って、これ当たるかもワンちゃん。今のじゃなかったかな。え待って待って待って、ほら当たった。やば。当たるやん。あるある、よし。えラッシュですこれ。いった多分、うん、1だった。えこれ何、私どうしたの。ねえありがとうね、全部あなたのおかげです。そういうことなの。えマジでそう、俺が勝たせるって言うってことはそういうことだから。私本当にあなたをおかずにしたいところから。サスケさんだったらよかったのに。7まである。え ?7 まである。あ、3まで行くの。これマジであるよ、あるわよ。散々よ。あ、散々じゃない、間違えた。3000よ。とんでもない人持ち違い。ああもう十分十分十分。うわー嬉しい。だってマジで今もすり抜けたのよ、うん、ああカスタムをね、全カスタムしてるんだ。あっち先読み圧レバブルアップ V フラ。このままいきます。これが私伸びれば勝てるのよ。今日ラストチャンスかもわからない。そうだね、多分ラストチャンスだよ。そこまでに俺が当たればなんか、ね、そうじゃなければカスタムそのままフルカスってことね。フルカスです。先読んでるじゃない。バイブ来てないけど、うわーよかった。たまに私この音大好きなんだけど。よかった。たまには渡したいじゃない。これちょっと3000欲しいね。欲しい。サイン付きじゃない T シャツ。勝った場合はサイン付きじゃない T シャツなのよ。当たりましたって持ってきてくださるのがサイン付きばかりだから。うわーよかった。 15% ね。
V フラップにしてるから。この時点で1500かな。でも最後に上乗せですみたいなのもあったと思うんですけど、5月勝つぞ。どれぐらい出せばいいの？まあ、2回当たれば大丈夫かな、まあ、3回あれば確実だと思う。俺がその間減るのも入れて、じゃあやります。あそこかフリーダムハイパー、先読みチャンスにしてます。高速点滅、高速点滅、スペシャルフリーダムフィーラー、フィーラー、この子まま打ちっぱなす。いや、これで多分勝ちだよ。これノーモアワンズ、ノーモアルージュ、ケイトです。めちゃくちゃ嬉しい。静寂がやばい。あなたの一物は強力な兵器なんですよね。兵器は絶対に使わなければ。まだ足りてない。強力な兵器は絶対に使わなければ。あなたの一物は。3000見てみたいな。あ、直ではないね。私一回上乗せで終わったけど。すごく待つパチンコ楽しい。信じきろ、最後まで手を止めずに。もうこれで後悔ないです。さすがだよ。違う、サスケだよ。でもこれはサスケ。逆に俺はもう力不足でさ、ちょっとだってゼロ1個足りなかったもん。お見それしました。実戦が終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様です。もう早速なんですけれども、はい、結果発表をしたいと思います、はい、私からでいいでしょうか。お願いします。はい、ありがとうございます、失礼します。私は、6125玉使いました。回収が 15,714 玉なのでプラス9589玉です。ありがとうございました。じゃあサスケ先生、私、投資7250玉使いまして回収が1591玉ということでマイナス5659玉ということで、まあちょっとマイナスということで、素が2人合わせまして無事にプラスと。いや、もう本当にありがとうございました。いや、もうあれだけ大口叩いてね、勝たせると、今日は棚を勝たせると。最後の方に入って最初アリア打ちました。まあ状況どうしようかって考えたときに、まあ、移動してシードで、まあ、結果良かったんですけど、本当にあなたのおかげです、まあ、でも移動に関してはね、いい台見つけたかなというのはありますけど、うん、でも実際やっぱりね、当てて球を出したのはタナですから。いや違います。いや、自信を持ってほしい。今月1ヶ月でもね、本当謝らないといけない。俺は、いや、今月に1ヶ月分を俺も今日勝たせるって言ったのに、正直1日単位で見たら今日まあ十分な勝ちだとは思うんだけど、これで1ヶ月はちょっとやっぱ厳しいなっていうところで、だからもうストイックすぎない。いやいや、本当にだ、俺あんだけ絶対マジで勝たせると思ったから。今月この後どうなるか分かんないけど、まあ、最終日あるじゃないですか。5月31もね、段級ありますって置いてかないで。いやいや、私はもう今日打ったのは自分であり、そのお店さんの盛り上がりも含めてなんですけど、サスケさんがやっぱり段を選んでくれたとか、サスケさんに励まされたの今日だから、サスケさん本当にありがとう。でご褒美に私の足を触っていいよなんて言おうと思ったんですけど、本当に感じたな今。え、いや、だって本当にもうそれぐらいをしていいようなもんですけど、それは多分 YouTube で映らないかと思うんですけども、本当に何をがしでかされてるか、どこがフリーダムハイパーなのかっていうところで、本当に私はなんていうの、
ちょっと言い方 あれなんですけど思い込みって大事だなって思ったの、うんうんうん、そしてもう最後まで信じ切るとか、まあ、スロットパチンコもそうじゃないですか。いやもうなかなか先読み来ないなとかと思うけど、最後まで信じて打ち切るってめっちゃ大事。あと誰かと打つってあ楽しいなって改めて思えてすごく良かったです。今日はすごくいいこと言ったと思います。いや本当に一人だったら多分諦めて乱れ打ちして多分私ありえないぐらい負けてると思うんですけど、サスケさんがいてくれたことで本当にありがとうございましたっていう本当にご褒美会です。完全にサスケさんにとっての、まあまあでも何よりです。本当に勝たせると嬉しかった今。嬉しかった、嬉しい。いやで勝たせるって言って勝ってくれたのが本当に嬉しかったから。いや本当に私勝たせるって言って何の根拠があるんだろうと思いながらも疑問に感じながらもやっぱり信じてたんですね。よくわかんないけど僕もながらでも勝てました。本当にありがとうございます。いっぱい当たったしね。いや本当にあもうごめんなさい、もう端的に済ませますけれども、いろんな当たり方が見れて本当にシード面白かったしね。おしゃぶちょっと続かなかったけどね。あまあね、このまま1ヶ月我々はね、それぞれ別々の道を行きますよ、これから30日間。でもまた俺たちは集まる、この1日3岩岡で。重いね。また俺たちは集まるから、その時に30日間成長した俺たちでまた会おう。何があった。だからこの30日間俺はタナの成長を楽しみにしてる。で31日また会おう、この約束の地で。というわけで今回は、サインなしの T シャツをぜひプレゼントさせていただきますので、ぜひ、ご応募などお願いいたします。というわけでまた会いましょう。さよなら。さよなら。私も好きな番組がいっぱい。チャンネル登録お願いします。